あら、冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、ほらこのスリットがね、このスリットがもう、中学のクラスでもいじめられてたんです。今日花開け、今日蝶になるんだ。ことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。へえ。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。やばいな。もしかして沙織さんはそれで真冬の影響だったんだ。ええ、だから最初ちょっと待って、胸の谷間がちょっと待って、ちょっと一旦ちょっと待って、このアングルどうなってますの。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで、なんか今日はよく喋りますね。まあ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 、これからもっと喋ることになりますからね。人の歴史ありだ。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう。そうしたら今夜から働けるか。実際会って問題なければね。もうメイクアップは終わってるぜ。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。きたおお。いや、これは何この雪だるま作ろうみたいなイントロは。おおこちら城崎沙織さん。いいじゃん。採用、採用ですって。採用ですね。すごいな。まったく、ぜひうちで働いて。ああ、この上目遣いですわ。です、どうも。そしてこの声、彼女まだちょっと緊張してて喋りが硬いのは。実にクールだね。喋りもとってもいい。は、私接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんてなんとでもなります。ってことはこの店長が結局見る目あったってことなのか。どうぞどうぞ。すごいな。今日だけですよ、山田さん。橋木と翔野がこの店でどんな話をしてる。ってことはここから沙織を操作するってこと。キャバ嬢と直接話がしたい。あ、じゃあヘルプでつくってことか。店が終わる前に電話しますから。沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる。ほぼ裸じゃんって、お前40代のおっさんの意見かよ。キャバクラはこんなもんだぞ。一人に二人ついてる、つませる。グラスが空いてる。俺はヘルプでついてるから、ミカに合図を出す。パス。気づいて。グラス、グラス、グラス。あの、グラスが空ですけど。ナイス。何か飲まれますか。アイキャッチ気づいた。え、アイコンタクト。あ、そうだね。今月割で大丈夫ですか。景気よくボトルとかいっちゃう。そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの。そうなの。なんとかしなきゃ。ミカさん、お客さんがボトル入れてくれたらミカさんもきっと喜びます。体寄せちゃう。ボディでどっちも同じような感じだけどな。ボディで。そんな釣れないこと言わないで。もっと遊んでみて。沙織、あれ沙織さん、え、そうそう。たまにはパーッと遊んだ方がすっきりしますよ。すっきり。むく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 。よし、ここはボトルを入れときますか。はい、ちょれ。やったー、超素敵。ボトル入りまーす。まーす。これは仕事、これは仕事、これは仕事。怒り神事みたいになってる。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。